ティモシー・アラン、ティム・シャーウッドは、イングランド出身の元サッカー選手であり、2015年10月まで、アストンビラの監督を務めていた。現役時代のポジションはミッドフィールダーであり、1987年から2005年までの、キャリアの中では、ブラックバンド・オーバーズに所属していた1995年に、プレミアリーグのタイトルを獲得したことが最も大きな、成果である。その他に、 ワトフォード、ノリジシティ、トッテナムホットスパー、ポーツマス、コベントリーシティでプレーし、1999年にはイングランド代表で3キャップを記録した。指導者としてのキャリアをトッテナムホットスパーで始め、アシスタントコーチから監督に昇格するなどし、5年間を過ごした。監督には2013年12月に就任し、解任される2014年5月まで務めた。 2015年2月にアストンビラの監督に就任し、クラブを FA カップの決勝に導き、プレミアリーグ残留を果たしたが、翌2015から16シーズンでは成績不振で2015年10月に解任された。ハートフォードシャーのボアハムウッドで生まれたシャーウッドは、子供の頃はアーセナルのサポーターであった。1987年9月12日に行われた。 シェフィールドウェンズデー戦でワトフォードでのデビューを果たし、1989年の7月に、ノリチシティに移籍するまで、ディビジョン2のリーグ戦、通算32試合に出場した。ノリチシティでは1992年の2月に、ブラックバンド・オーバーズに移籍するまで公式戦88試合に出場し、13ゴールを挙げた。ケニー・ダルリッシュが最初に獲得した選手の一人で、あり 加入当初はポジションを得ることに苦しんだが、後にチームの中心選手となった。キャプテンとして1993から94シーズンにはチームをリーグ戦でニ位に押し上げ、翌シーズンにはプレミアリーグのタイトルを獲得した。シャーウッド在籍時にダルグリッシュはボルドに所属していたジネディーヌ次団とクリストフ・デュガリーと契約することを求めたが、伝えられるところでは、 クラブの会長であったジャック・ウォーカーは、ティム・シャーウッドがいるのにどうして、時弾を欲しがるのだと話したとされている。1999年に不安定な立場となり、シャーウッドは、ハートフォード・シャーと、家族や仕事の面でつながりを持つことになった。1999年2月の第1週にトッテナム・ホットスパーへ移籍することになり、ジョージ・グレアムは300万ポンドと報じられている。 金額を費やし、2月の第1週にシャーウッドを獲得した。2月6日に行われたコベントリー式戦で87分からマウリシオタリッコと交代で出場し、スパーズでのデビューを飾った。2002年のリーグカップでは決勝に進出したが、かつて自身が所属していたブラックバーンに1-2で敗れた。2003年1月にシャーウッドは監督の グレンホドルとの間に問題を抱え、1月29日に4ヶ月間の契約でポーツマスへ移籍することになった。契約後すぐにレギュラーとなり、チームのディビジョン1優勝に貢献した。3月1日に行われ、5から1で勝利したミルウォール戦でリーグ戦における唯一のゴールを挙げている。シャーウッドは、ポンペイにおいて2003から04シーズンの 前半戦までは主要なメンバーであり続け、リーグカップ2回戦のノーサンプトンタウン戦ではゴールを上げ、5から2の勝利に貢献した。12月26日に行われたトッテナム戦で、元チームメイトのタリコにアフターチャージを受け、足を骨折して待った。2003から04シーズン終了後に、ベテランのテディシェディンガムと共に放出され、結果として、 トッテナム戦がポーツマスでの最後の試合となった。2004年7月9日にシャーウッドはコベントリー式と2年間の契約を結び必ずや昇格を実現したいと話した。コベントリーでのシャーウッドは怪我でチームを離れることが多く高級取りであったことや離脱中にテレビで解説者の仕事を引き受けたことなどによりチームのキャプテンであったにもかかわらずファンの人気は低かった。 2004から05シーズンにクラブは昇格を逃し、選手とクラブの双方の合意のもとで2005年7月に契約を解除した。ブラックバーン・ローバー,アーツ在籍時にイングランドの B 代表に選ばれ、ノリジシティ在籍時に U-21 代表を経験した。30歳だった1999年3月27日に、 行われた UEFA ユーロ2 0 0 0予選のポーランド代表戦で A 代表デビューを飾り4月28日に行われ1から1で引き分けたハンガリー代表との親善試合6月5日に行われたスウェーデン代表との UEFA ユーロ2 0 0 0予選の試合で代表キャップを記録している2008年10月シャーウッドはハリー・レドナップ新監督のもとで トッテナムホットスパーのアシスタントコーチに就任した。2012年にテクニカルダイレクターとなり、そのポストで2012から13シーズンの U-21 プレミアリーグのグループリーグとエリートグループの双方でチームを1位に導いたが、最終戦でマンチェスターユナイテッドに2から3で敗れた。2013年12月16日、トッテナムはアンドレ・ビラス・ボアースの後任としてシャーウッドが、 トップチームの指揮を暫定的に取ることを発表した。初めて指揮を取ったリーグカップのウエストハムユナイテッド戦は1から2で落としたが5日後に行われたプレミアリーグのサウサンプトン戦は3-2で勝利し12月23日にスパーズは2014から15シーズン終了までの18月間の契約でシャーウッドが正式に監督に就任することを発表した。 リーグ最終戦となる2014年5月11日に行われたアストンビラ戦は3から0で勝利を挙げ、スパーズは69ポイントで6位につけたが、2014年5月13日に会長のダニエル・レベにより解任された。2015年2月14日、シャーウッドはアストンビラの監督に就任した。この発表は、クラブの公式ツイッターを通して2月11日に、 ポール・ランバート会議の方に続いて発表された。翌日に行われた FA カップのレスター式戦のハーフタイムにチームトークを行ったが、正式に式を取ったのはストーク式戦であり、後半アディショナルタイムにビクター・モーゼスのペナルティキックにより1から2で敗れた。事前のニューカッスル・ユナイテッド戦も0から1で落とし、初勝利は2015年3月3日に行われた。 ウエストミットランズのライバルクラブであるウエストブロムビッチアルビオン戦となった。その試合ではラスト1分にクリスティアン・ベンテケのペナルティキックにより2から1で勝利したが、それはストーク戦でシャーウッドが経験した内容と同様のものであった。4日後には FA カップ準決勝でウエストブロムビッチアルビオンに2-0で勝利し、クラブを二0 1年以来となるエンブリーへ導いた。 2015年3月14日に行われたサンダランド戦では残留を争うライバルを前半のうちに4から0と圧倒し勝利を挙げた。2015年4月19日には2000年以来となる FA カップ決勝を戦ったがアーセナルに0から4で敗れた。2015から16シーズンでは開幕戦こそ勝利したもののそれ以降は6連敗を含む9戦勝ちなしで 第10節の試合終了時点で1勝1分8敗の19位と低迷。試合翌日の2015年10月25日にクラブから解任が発表された。シャーウッドはあるジャジーラスポーツのイングランドのサッカー中継でよく解説者を務めている。またセタンタスポーツのプレミアリーグの報道でも解説者を務めていた。ありがとうございます。